こんばんは。今日も20時のライブ生配信始めます。ちょっと音が少し音が大きいような気がしますね。BGM が少し大きいですね。ちょっと調整をします。コメントが早速ありがとうございます。これぐらいでいいかな。はい、今日が3日間チャレンジ、ということで始めました。この、Facebook のライブ配信なんですが、今日が3日目で、一応今日で一旦一区切りにしようかなと思っています。ありがとうございます、吉田さんも。少し最初の、オープニングがいろいろ変わってたと思いますが、こういうソフトをですね、いろいろ構ってるといろんなことができることが分かってきましたので、オープニングの BGM をかけたり、それからちょっとこう写真がスライドしたりとかですね、そういうこともやってみました。で、今日は金曜日の夜ですね。昨日、一昨日は、水曜日、木曜日とやってましたが、同じ時間にやってますけども、やっぱり初日、2日目で今回3日目ですが、少しずつ見ていただける方が増えてきております。まあ、毎晩やってますので、夜の、まあ、この3日間のうちは毎晩夜8時に、なれば、このライブ放送が始まるというのが少し皆さんにも分かってもらえてるのかなというふうに思っています。で、まあ、今日が最後というつもりでいますので、今まではまあ10分15分でなんとか終わるように頑張ってやってましたけども、まあ、今回はもう少しゆったりとあまり慌てずやってみようかなと思っています。あ、ちなみにマイクも、うちの家の中というか、まあ、うちにある機材というかがありましたので、ちょっとマイクも変えたりもしてみました。まああまり変わらないかもしれないですけど。で、今日のテーマ、こういうことですね。円谷呉服店の紹介パート2というふうにしております。あ、これも出してなかった。はい。円谷呉服店の紹介パート2というやり方をしてますが、お話をしますけども、一番最初に、初日の放送で円谷呉服店の取り組みというか、普段どういうことをしているかっていうご紹介をさせてもらってたんですが、きちっと自分の自己紹介だとか、それから、まあ、家族系ですので、まあ、僕や、父やそれから妻の話とか、そういうことをほとんどしてなかったなと思いましたので、今日は、そういうお話もしてみようかなと。で、まあ、お店の人間、人を分かれば、まあ、よりお店に足を運びやすいかなというふうに感じています。なかなか街の商店っていうのは、僕自身も行ったことないお店とかっていうのはやっぱり入りづらいですし、どういう人がいるだろうっていうのが分かれば、もっとお店に立ち寄りやすくなるんじゃないかなと思っています。谷川さんもありがとうございます。そして清水さんありがとうございます。じゃあ早速、
今まで、これもまた今まではしたことがなかった画面共有をしながら、写真を見ながら、まあ僕のことは大体こうやって喋ってますので、皆さんには分かってもらえてると思うんですが、まずは一応円屋呉服店の社長がいますので、父がですね、こういう人でございます。出てます、あ、出てますね。ちょっといい写真が、着物のいい写真がなくて、こういう感じの写真になってしまいましたが、うちの父が昭和25年生まれですね。昭和25年生まれの、一応私の父が2代目ということになるですね。で、やっております。コメントで、円屋という名字ですが、まあ、これは、こういうことは私の父は結構好きなもので、きちっと調べたようですが、戸籍をずっと遡ってどこにルーツがあるのかっていうことをですね、調べたそうですが、結局ちょっと途中でもう分からなくなって、しまったようです。で、出雲の方には円屋町という町名があるんですけども、多分それとは関係ないですね残念ながら。で、円屋というのは、あと僕の名前が出ると、そうですね、僕の名前が出てますが、円屋栄というこの円屋という文字は、ほとんど全国的にはなかなか読んでもらえない名字です。塩地さんとか塩春さんとか円寺さんとかよく言われますけど、出雲の人だったらもう同じ、全く同じ書き方で円屋町という町名があるので、すぐに読んでもらえます。今ですね、今現在は25人ですが、一番最初30何名まで行っていました。いい写真というか、もう一枚実はあるんです。それを出しましょう。もう一枚、僕とのツーショットがこれは商工、松江の商工会議所で、処方という冊子があるんですけども、その処方に、載せてもらった写真です。これの方がまだ笑ってますね。料理評論家の服部先生のようだと皆さんに突っ込まれましたけど宝蘭円屋の宝蘭円屋っていうのは、あれは確か掛け声のはずなので、残念ながら円屋呉服店と宝蘭円屋は関係ないです。ドリフの円屋ゴーラ屋も多分あれは掛け声的な円屋なので関係ないです、おそらく。はい。で、なんだったか。まあ、こうやって父は話、まあ、写真を見てもらえばもうそれだけでいいかなとも思ってるんですけども、あまりお店にも出ておりません。裏方の仕事をしてるというか、事務方で仕事してます。で、表にはほぼまあ僕や妻が出てますので、まあ、ごく稀に電話とか出たりとかしたりもしてます。で、電話だとどうやら僕と喋り方も声も相当同じらしく、お客さんはどっちと喋ってるのかわからないとよく言われてます。で、こういう話をしてると、お母さんはという話になると思うんですが、当然母がいますけども、母の写真を出しましょうね。円屋家の母はこういう人でございます。ドンと、まあ、これとこの写真自体は7年前の写真です。7年前の写真ですが、
まあこの写真を撮った、2、3ヶ月後ぐらいにちょっと病気が分かって、病気の治療などをして、おりましたけども、2年前に、他界しておりまして、で今は あまり登場することがないんです。こういう母でございました。今この、Facebook のこのライブ配信を見てる方の中で、母のことを知ってる人がいるかどうかですけど、もう病気の治療、まあ、乳がんだったんですけど、病気の治療をしてから、ほとんどもう仕事はしなくなりましたので、できなくなったというかでしたので、実は僕が、岡山の呉服屋さんに修行というか勉強に出てたんですけども、僕が帰った松江に帰ってから3日後か4日後ぐらいに手術をして、そこからあまり、まあ、抗がん剤治療とか大変だったので、あまりもうお店には出なくなったというです。なので、まあ、ホームページとかにも写真がないんですけど、今日はちょっとご紹介でした。で、谷川さんは確かこういう話がすごい好きな方ですね。ちょっと分かりません。はい。あまり難しい話は分かりません。あ、高橋さん、ありがとうございます。はい。石丸コンさんに見せてあげたかった。はい。取引先ですね。この高橋さんという方は、和装小物問屋の方です。担当の営業の方というか。で、共通の問屋さんがいるんですけど、もうその、とっても、円屋呉服店は今まで取引先は本当にいい人たちに恵まれてまして、その人に見せてあげたかったなと、この方が言っております。見てくれてますね。すごいですね、高橋さん。はい。悲しい話をしたいわけじゃないですから。名字の話は、ちょっと突っ込まれると僕困るんですよね。あまり僕自身が調べたわけではないので。まあだけど、円谷という名字は少し珍しいので、皆さんによく覚えてもらいやすい名前で、よかったなと思います。円谷も珍しいし、栄という下の名前も、割と珍しい方ですね。特に僕の年代でこの栄という、名前は珍しい。で、実は、私の妻のおじいさんが栄さんでして、栄さん、おじいさんは栄さん。同じ字を書くんです。で、僕は栄で。で、っていうですね、ちょっと運命的な、ちょっと、それを知った時には僕は運命を感じました。あ、栄さん、なんだおじいさんっていうですね。で、宮崎さんありがとうございます。こんばんは。というところで、次に、父、母が来たので、先に、どうしましょうかね。先に、待ってよ。こんな内容の話でも楽しいんでしょうか？聞いてもらってる方は。どういう放送をしたらいいのかっていうのを結構悩んでまして、商品の紹介だけじゃちょっとつまらないかなと。まあ、それも面白いとは思うんですけど。それから、着物の知識をお話しするっていうのもいいと思うんですが、知識の話になると、ものによってはすごく長い話にもなるし、難しい話にもなっちゃったりする場合もあるし、ただ、なるべくなら15分とか20分ぐらいで終わるような内容がいいかなと思ってたので、今回はこういう内容にしてみましたが、
どうなんでしょうかね。楽しいんでしょうか。で、次に僕の話を、僕の自己紹介。先に、僕の自己紹介した方がいいかな。これは、この写真は僕が松江に帰った、松江に帰った6年前かに撮った写真です。今よりも若干痩せてるんじゃないかと思います。で、僕は大学卒業後、大学卒業後に一度、まずは自動車販売の車屋さんに勤めていました。2年間ほど営業で。で、それも、まあ、松江で、そういう車屋さんに行くと、まあ、呉服屋さんのお客さんを紹介しなさいということになるだろうなと思ってたので、ちょっとそれは避けた方がいいかなと思って、少し離れた、まあ、松江ではない米子という30キロほどしか離れてないんですけど、一応県をまたいで、鳥取県の方の会社に就職しまして、で、2年ほど勤めた時に、この円谷呉服店をどうするのかという話になりまして、で、実は僕は兄弟は3人兄弟で、上に長女、次に長男、で、次男の僕という3人兄弟なんですけども、まあ、その時点で長女は、姉はもう結婚して出てましたので、長男の兄と、まあ、どうするという話をして、で、まあ、こう、こう、こうで、ああ、こうだという話をした後に、じゃあ僕が、やるよという話になって、で、やるからには、できれば、一度ちょっと呉服屋さんに勉強に出たいという話を父にして、ああ、そうか、そうかと、であるならば、紹介できるところがあるというか、共通の人を通して、岡山の呉服屋さん、岡山の、染色近藤という、会社な、お店なんですけども、そこももう家族プラスちょっとこう従業員さんがいるような会社なんですが、そこに、勉強に行かせてもらいました。で、そこで3年ほど勤めて、それから松江に帰ってきたと。で、帰ってきた時の写真がこれですね。雰囲気が、メガネをかけてるかどうかということと、多分、この頃から本当に体重が4、5キロは増えてるので、その違いだと思います。で、という自己紹介が今できましたね。僕の話ができました。それから、で、次に、妻の秋江の登場です。じゃん。じゃんと。どうぞよろしくお願いします。実は、妻と出会ったのは、その岡山の呉服屋さんに、僕が行った時に、先輩社員でいたのが、妻でした。年齢は、僕よりも下なんですけど、一つ下なんですが、ありがとうございます。年齢は僕より一つ下なんですが、先輩社員でいて、彼女は、短大卒か。で、僕が四大卒で、それからさらに一回他で就職してから岡山の呉服屋さん行ってますので。あ、うちの奥さんが慣れ初めを聞きたいそうですと。わぁ、今まさにその話をしてます。先輩社員だった。先輩社員で、最初はですね、割と厳しかったです、僕に。まあ一応いろいろ教えてもらえると、従業員が他にもいたんですけど、僕が入社と同時にパタパタっとちょっと、2人ほど辞めてしまって、で、従業員が僕と妻と2人だけになった。入社して1ヶ月ぐらいで。
で僕は全然まだ岡山の土地もわからないし、着物のことも全然わかってなかった、着物の長襦袢っていう言葉すらも知らない、大島紬なんか聞いたことがあるなぐらいの知識だったんで、その時に、いろいろ指導係として、妻が教えてくれてました。で僕はいろいろこう聞いてもすぐ忘れてしまうので、いつもメモを書いてるんですけど、同じことを僕が何度も聞くので、妻は、えんやさんそれこの間も言いましたよ、メモ帳に書いてあるはずですよ、メモ帳めくってみてくださいみたいな、そんなツッコミを受けながらめくると本当に同じこと言われたこと書いてあったりとかしてですね、厳しくいろいろと教えてもらったんです。で、それからまあ3年勤めて、勤めて僕が松江に帰って1年経ってから結婚をさせていただきました。はい、というのがまあ慣れ初めですね、慣れ初めになるのかな。でいろいろこういう写真を探してるとちょっと面白いというか、写真がこんな写真も出てきまして、結婚式の時ですね白むくと紋付きと着てます。あ、でこの妻の着てる白むくは僕の母のが結婚した時にうちへ持ってきて、ちょっと待ってよ、ここをカットして YouTube にアップしておいた方が、今の厳しいという話ですか、大丈夫です、今優しい、まあまあそんなめちゃめちゃ厳しいわけじゃないですから。で、まあ、この白むくはうちの母が着てた白むくを妻が着てくれましたっていうことが言いたかったのと、ちょっと待ってよ、それとですね、この写真のちょっと面白いところはズズズズズっと下に行くと、なんだか僕の袴が少しツンツルテンに短くなってるように見えますけども、これセッターがすごく、セッターがあれ、もっとアップにするとすごく上げ底のセッターなんです。まずそれが一つ、上げ底のセッタープラス足袋の中にシークレットの上げ底が入ってるんです、ダブル上げ底。その結果僕は身長が10センチぐらい伸びてるんです。で袴が最初はきちっとですね、これ自分でもちろん着物着てるんですけど、ちゃんと着付けしたつもりだったのに後から写真見たらこんなになってたと。でこれ妻と角隠しがと僕の身長がほぼ同じぐらいですね、こんな身長差になってますけど、本当は2人並ぶとほぼ同じ身長なのでという写真が出てきました。はい、まあとっても歩きにくいセットですね。それともう一つちょっと面白い写真が出てきたんですが、円谷呉服店のこの2人、後ろに写ってる2人が円谷呉服店の創業の祖父祖母ですね。で前に写ってる子供3人が、私の父の兄弟3人、一番手前に写ってるのが父ですね。であと弟が2人という、これが昭和何年頃でしょうか、父が昭和25年ですので昭和32、3年、昭和30年少々ぐらいの頃でしょうね、の写真です。で以前は、洋服の福寿屋さんからスタートしたお店だという話を先日させてもらいましたが、こういうお店だったんですね。で、一つ、よいしょ、これ、こういうお店だったんですね。洋服の福寿屋さん、円谷広志商店という、円谷洋装店と下にも書いてありますね。でした。ここから、昭和20、
昭和42年に建物を建て替えて、そこから着物の販売を始めたという歴史があります。はい、どんと、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。コメントを全然追いかけれてなかったですね。前のめり、すごい前のめりなんです。あの状態だと。上げ底の接待自体もすごい高くしてあるし、足袋の中にさらにプラスチックの硬い上げ底が入ってるんですけど、それはもともと僕、その存在を知った時にすぐ僕は自分用に買ってたんですけど、まあ、そういう道具を使って、やりました。そうですね、和裁も洋裁もできる。あ、そうそうそう。で、さらに言うとですね、実は私の妻のお母さんは和裁師さんだったんです。これも最初知った時は、わ、すごいなと。まあ、これもまた一つちょっと運命かなと感じたことでした。はい。という感じですね。まあ、これが円谷呉服店です。今お店に、あとは今も、円谷呉服店は他に従業員さんというのは、おりませんので、お店に来られた時には僕や妻やそれから父がいろいろと対応をさせてもらいます。まあ、こういう情報を見てもらうと、あ、お父さん昭和25年生まれのお父さんねということも分かってもらえるかなと。あ、で僕は昭和60年生まれでございます。つい先日 2,3 日、今日が24日ですので3日前、4月21日に、35歳になりましたです。なので、まあ、あ、こういう人たちが対応してくれるんだなというのを、分かってもらうと、お店にまた足を運びやすいかなというふうに思って、このような紹介をさせていただきました。まあ、円谷呉服店は本当になるべくこう敷居を低く、気楽に、いろんなことが相談できる呉服屋さんでありたいなと思っておりますので、これからも頑張って参りたいと思います。でこのライブ配信を、一応3日間チャレンジということで、続けさせてもらいました。今日で一旦、終わりにしたいと思います。次回以降、まあ、これからどうしようかちょっと考えているところですが、まあこの状況で少しいろいろと時間にはゆとりがあるので、何かできたらいいなと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。ちょっと3日間で終わりにするっていうのは少し寂しいかなという思いもあったんですけども、まあどういうことをしたらいいのかっていうアイディアもなかなかちょっと思い浮かばなかったりしたので、可能ならば皆さんからご意見など聞かせてもらってもいいかなとも思うんですけども、今日も、このライブ放送終わった後はまたちょっとウェブ会議が予定が入ってますので、そちらをでまた意見を聞いてみたいなとは思っています。はい、では今日は少し長く30分も話をしてしまいました。ありがとうございます。チャレンジ精神といいますか、まあ、やれることをやってみようというだけですね。はい、チャレンジっていうとすごいです。ありがとうございます。どっちかっていうと僕は、まあ、呉服屋さんとしてやっぱり、まあ、若さっていうのが、最初は武器だなというふうにも思ってたんですが、どっちかっていうとちょっと諸刃の剣というか、なんていうか
要は昔のしきたりとかっていうのは僕らはかえって知らないんですよね。新しい情報っていうのは割と知ってる方なのかもしれないですけども、まあそういうことをどんどん発信していけるように、していきたいなと思ったのが、まあこういうライブ配信でした。ありがとうございました。じゃあ、まあ、また、ちょっといろいろ考えて、やるかどうか、また考えます。高橋さん、もともと元気な人じゃないですか？はい。月曜日からも頑張ってくださいね。まあ、はい。ありがとうございます。じゃあ、これで、もう30分話しましたので、今日はおしまいにしたいと思います。皆様、本当に3日間、最後まで、聞いていただきましてありがとうございました。とっても嬉しかったです。コメントをいただいたのもすごく嬉しかったです。見ていただけてることにとっても感謝しております。ありがとうございます。とっても緊張しましたが、今日もこれでおしまいにしたいと思います。動画はまた YouTube に、録画を残しておきますので、ではこれで終わりにいたします。それでは、ありがとうございました。さようなら。